巨大地震の想定は札幌でも。月寒断層を震源とする震度6強を超える地震が冬に起きた場合、死者がおよそ4900人に上るという新たな想定を札幌市が今月中に出す計画です。暮らしを支えるライフラインの備えはどこまで進んでいるのでしょうか。朝の4時から並んでますけども、道内全域がブラックアウトに陥った胆振東部地震。発電機のある一部のガソリンスタンドに客が殺到し、燃料が足りなくなりました。あれから2年半、ガソリンスタンドではこちらに自家発電があるんですけど、震災前は約40店舗ほどの設置状況でしたけど、胆振東部地震以降は約170店舗まで設置を進めてまいりました。発電機を備えるガソリンスタンドは道内全体の7割近くに上っています。ただ発電機があってもガソリンがなければ営業できません。今自衛隊員が燃料が入ったドラム缶を次々とトラックに積み込んでいます。東日本大震災や胆振東部地震では道路の寸断や停電で民間のタンクローリーの輸送に時間がかかりました。今週行われたのは自衛隊員が燃料を輸送する訓練です。前回のようにですね、枯渇すると、あるいは10リッターしか入れれないということはないと思いますので、パニックにならないで、冷静に対処していただきたいと思っています。自衛隊が燃料を運ぶ場所は他にもありました。燃料を入れるのは携帯電話の移動基地局舎。東日本大震災ではおよそ2万9千もの携帯電話の基地局が使えなくなり、つながらなくなりました。移動基地局舎についても台数をですね、増やして配備をしてまいりました。北海道内では7つの拠点、札幌も含めまして7つの拠点に配備しております。つなぐための備えは陸だけではありません。 KDDI は船舶型の基地局を開発し、胆振東部地震で活躍しました。さらにソフトバンクは飛行機に基地局を乗せて成層圏に飛ばし、空からカバーすることを目指しています。震災以降急増しているものは他にも。こちら一見普通の自動販売機に見えますが、パソコンで遠隔操作をすると、私今お金を入れてないんですけれども、ボタンを押すと水が出てきました。災害時には無料で提供されます。今年も2月の大雪の際にはご活用いただいてます。東日本大震災以降設置台数は200台ほど増えました。全土179市町村すべての自治体の皆様と防災協定を締結しております。避難所に飲料水を直接お届けするというような取り組みも進めております。